はい、じゃあ始めます。突然 IT フラを任された人のための監視設計入門と題して、ハートビート斉藤雄一郎からお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。マイク黄色だ、この T シャツ黄色だ、理由があります。僕今年ツールドフランスを生で見に来たんですけど、この黒板には何て書いてあるかというと、フランス語でようこそツールドフランス2014って書いてます。その気持ちを皆さんにお伝えしたくて、させていただきます。はい、本当に嬉しいです。応募者のいらっしゃる中で選んでいただき本当にありがとうございます。で、資料ですけど、この後、アップします。あと、ソーシャルメディアの書き込み自由です。メンション見ます。ハッシュタグ見ます。ブログ見ます。質問等ありましたら、メンション送ってください。あと、コーヒー飲んでるかもしれないんで、黄色 T シャツにかけて声をかけてください。よろしくお願いします。では本題入っていきます。本題は前に自己紹介です。ハートビート斉藤と言います。昨日、スタジオさんとかの、講演聞かれてる方は、ハートビートはインフラ屋さんだとか、さっき漫談してる時にもインフラ屋さんだって理解していただいたと思うんですけども、僕はちょっと特別なところにいて、事業、MSP 事業は一緒なんですけど、基盤開発といって、実は IT インフラの自動化っていう仕事をやっています。ちょっと特殊です。最近はプログラム書くっていうのも IT インフラ屋さんでは増えてきたということですね。あとお手伝いとして、小中学生のプログラミングスクールでプログラムを教えてます。あと、職歴なんですけど、こんな感じでやってました。あと、自転車とスキーが好きです。あと、これ、ぜひ買ってください。あと、買ってくださった方、ありがとうございます。質問コーナーです。業務のものはお代わり教えてください。1、企画の方、重複 OK です、ありがとうございます。2、開発、さすが、ありがとうございます。3、運用、あ、ドイルの、ありがとうございます。4、制作、1、ありがとうございます。それ以外、私は社長だと。あ、別に社長じゃなくてもいいですよ。ありがとうございます。はい、開発と運用の方が多いということで、じゃあその方中心にちょっと喋っていきます。漏れてしまったところとか分かんないところはぜひソーシャルで聞いてください。あとサーバーの監視に携わっている、開発をしているけども通知メールを受け取っている、ナギオス使っている、ダビックス使っている、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。ちなみにスライドに見にくい方はそこのヤプシーのアクセスポイントぐらいが、僕はこの辺座って聞いてますんで、この辺座るといいと思います。はい、ありがとうございます。では今日の話いきます。こんな話です。なんで監視するの、監視には目的があるというのも、なんでだったっけっていうか、ちょっと改めて考え直します。で、何を監視するの、結構多分ここを詰まってて、こっちにいらっしゃってる方がいらっしゃるんじゃないかって事前にちょっと情報伺ってますので、ここじっくり話していきます。地形値もじっくり話していきます。あと連絡体制、通知受けてだけで満足してませんか、これはそれだとまずいので、ぜひ通知受けるだけじゃ、ダメですよっていう話をします。で、範囲なんですけども、基本的にスタートアップで動いているような10台程度のサーバーっていうのが基準になっています。1000台とか2000台とかやってらっしゃるような方はちょっと、別のノウハウが必要なので厳しいところがあるかもしれません。そこはちょっと読み替えて自分の中で咀嚼してもらえればと思います。あとしない話なんですけども、監視ソフトウェアの使い方そのものの話はしません。もう書籍があるのでその辺の話はしないです。他にもちょっとしない話こんな感じになってます。はい、で、言葉の定義をちょっとまずしておきます。障害という言葉なんですけども、この今回のセッションの中では、お客さんがウェブアプリを使うにあたって一部または全部の機能が使えないことです。要するにお客さんに迷惑をかけている状態が障害とします。で、監視とは障害の有無を常に一定間隔で確認すること、一定というのは 1,2 分っていう形で考えていただければと思います。はい、なぜ監視するの、一番重要ですね。監視の目的2つです。大切なことなのでじっくり読み上げます。いち早く障害発生を確認できるようにする、いち早くです。お客さんからメール来たりとか電話来て止まってんですけどって言われる前に気づくことができるようにするってことが一番ポイントです。2つ目、復旧にいち早く取りかかれるようにする。障害がすぐ分かれば復旧にいち早く取りかかれるのは当然ですよねってことです。関心をしないことによる問題なんですけど もうお客さんに迷惑をかけるってところに集約されるということです。これを要するに招いてはいけないということで、これをやっていくっていうのが重要になってきます。はい、そうですね。では、次、監視の種類の話をしていきます。死活監視とメトリックス監視、本当は細かくもっと分ける方もいらっしゃるんですけども、すごく大きく分けてこの2つがありますということをまず覚えています。はい、死活と応答監視っていうのがまずあります。これは動いてるかどうか、ちゃんとアパッチ動いてますかね、インデックス動いてますかね、マイスケール動いてますかねっていう確認ですね。これやっとかないとどうしようもないので、
ていう話なんですけど、意外と最初から監視設定で入れ込んでる方は少ないんじゃないかなと。でメトリックス監視、こちらはですね、応答速度が、後ほど決める指揮位置の範囲内で動いているかどうかっていうのを確認します。動いてるのはいいけども、例えば MySQL が10秒で応答するっていうのはさすがにシステム障害ですよね。お客さんにも10秒かかってるってことは迷惑をかけるというところで、指揮位置をちゃんと設定して、事前に定義したパフォーマンスが出てるかどうかを確認するのがネットリックス監視だと思っていただければと思います。はい、こんな感じですね。では作業工程に行きたいと思います。はい、ここまでで、視覚監視が、視覚応答監視で、メトリックス監視2つだというところですね。で流れを整理していきます。まあ、監視の設計って、ソフトウェアの設計って結構説明が多いですよね。いろんな技術書を読んだりすると多いと思います。あとソフトウェア工学とかを学ばれている方は工程管理というところで学ばれているかと思います。だけど IT インフラのことって結構大企業の工程管理書、まあ、例えば富士通さんとか NTT データさんとかあると思うんですけど、メトリクスがあった中、マトリクスがある中で多分下の方に書かれていて、なんかおまけみたいに書かれてちょっと残念な気持ちになる時があるんですけども、でも実はちゃんとやっとかないと後で迷惑をかけるというところで、ここきちんと棚押ししていこうかなと思ってます。ただちょっとソフトウェア工学で定義された順番とちょっと違うので、そこは現場の事情に合わせて書いたということで解釈していただければと思います。はい、でデモ環境を作りました。どんなものが動いているかって見た目の通りなんですけども、さくらのクラウドにウェブサーバーと DB サーバーが動いています。で監視サーバーが別のところに置いてあります。なんで別のところに置いてあるかは後で説明をします。でプログラムなんですけども、ユースケベイが書いたしおりというアプリケーションがあります。GitHub に上がってますので、ユースケベイしおりから検索すると出てきます。でどういうアプリかっていうとですね、非常に単純なアプリケーションでして、よいしょ、はい、しおりって書いてありますけども、こちらURL を登録してうんぬんかんっていうことができる、ブックマップアプリケーションですね。poem.jp としますか。まあ、こんな感じでブックマークができるよっていうアプリケーションです。非常にシンプルなものです。だけどデータを書き込む、消すとかですね、非常に簡単なけど重要な仕組みが整っているので採用しました。あ、ごめんなさい。よいしょ。はい。で確認のフェーズに、今のものを基準に確認をしていきます。ウェブサーバー、DB サーバーがあって、その下にウェブサーバーで NGINX と PSG アプリケーション、DB サーバーでは MySQL 動いているシステムをどうやって確認していくかって話をしていきます。で、これはあまり技術書に載ってないというかは、私がウェブアプリエンジニアの瀬戸君でも書いたことなんですけども、レイヤーを分けて制御しましょうということをちょっと提案したいと思います。でレイヤーというのはどういうことかというと、まあ、OSI 参照とか、OSI 参照モデルとかご存知の方いらっしゃると思いますけど、それに近い話を、していきます。まあ、非常に物理的な話からお客さんに見えるハイエリアなところまでちゃんと切り分けて考えていく。こうすることで、監視の項目っていうのを洗い出しやすくしたいなというふうに考えていきます。では最初、4つの先の図がありましたけども、一番最初、一番下の物理的な層に近いサーバーです。で、ちょっとさっきもしない話の中でちょっと軽くするのを忘れたんですけども、物理サーバーは今回対象にからは、あまり外して、話をします。なぜかというと最近もAmazonですとか桜さんとかそういうデジタルオーシャンさんもそうですけども、そういう IaaS クラウド、IaaS のシステムがもう普及してますので、そっちで多分皆さんもやられるということを考えてそっちの話を中心にやっていきます。あと物理を入れちゃうとかなりもっと話が複雑になっちゃうので、ちょっとやめました。でサーバーなんですけど、サーバーそのものを言っているかどうかって監視をします。まあ、これ当然ですよねって、まあ、思います。で項目の洗い出し、Amazon の CLI 使ったことがある方、あ、意外にいないな。ありがとうございます。 Amazon には、コマンドラインインターフェースがあります。皆さんの Mac でブリューインストールすると使います。それで、Amazon の EC2 Describe Instances っていうコマンドがあります。これを使うと動いているインスタンス一覧が漏れなく取得できます。こういう形で、ソフトウェア技術者ですので、ソフトウェアの力を使ってミスなくデータを取り入れるするとよろしいかと僕は考えています。でただ API が使えないサーバーあります。例えばさくらの VPS さんみたいに、API がまだ使えないものがあります。そういうものは丁寧に洗い出しをしてください。ちょっとこれ力技になっちゃうんですけど、で楽天ブースというツールがあります。もともとサーバーラックの資産管理とかやってるツールなんですけども、このツール使うと便利だったりするのでおすすめです。
あと物理サーバーの場合は冷蔵コントローラーとかあのマシンの温度とかを測るっていう検査が必要になりますので、ご参考までデルタとオープンマネージというのがあります。続いてさっきのレイヤーの下から2番目です。マシン、すみません、その前の話、マシン2台ありますから今回2台ですよね。はい、すみません。でリソース、2番目の話をします。サーバーリソースって、まあ、ミドルウェアアプリケーションとあるんですけども、サーバーのリソース、これリソースっていうのはどういうものかっていうと、ハードディスクとか使用量とかメモリの使用量とか CPU 使用量って話ですね。消費し尽くしていないかを確認する。実はリソースって難しいところが多くて、し尽くさないと問題が出ない。だけどし尽くすちょっと前ぐらいにあの警告を上げられるようにするってことが重要かなと思ってます。やっぱ予防ではなくて、あのそういうことですね。はい、直ちに結びつかないってところがあるのでちょっと注意しましょう。でスペックの洗い出しって結構難しいと思うんですけど、簡単な方法をちょっとご案内したいと思います。簡単な方法はですね、スペック表が各、VPS ベンダーにあると思います。それを見ていただくとよろしいんじゃないかなと思います。 CPU とかメモリーとか書いてます。これなんで書いてるかっていうと、わかります？なんで書いてる？あ、いいですか？はい、いいですか？なんで書いてる？あの、さらっといいですよ。難しいじゃないですか。要するに、これ足りないとシステム止まっちゃうわけですよ。だから足りてるか足りない、足りてないかって測るために単純にある。すごいシンプルな話。ってことは、これ足りてるか足りてないかちょっとチェックすればいいっていう、そんなような話です。非常にかあの、まあ、簡単な話です。逆に乗ってないっていうところを監視しなくてもいいかって言われるとそうでもないんですけども、間違いなく乗ってるものは監視した方がいいという話です。でまあ、今乗ってた CPU、メモリー、メモリは物理メモリ と、ページファイルですね。あとストレージがあります、まあこの。はい、では3つ目、レイヤーの3つ目です。デーモンです。下から3つ目ですね。ここからちょっと、いい感じの重い話になってくると、重いっていうか、メインディッシュ的な話になってくると。デーモンなんですけども、動いていること、パフォーマンスが落ちてないことっていう、さっきの話が出ましたけど、この両方を監視する必要がある、非常に重要なものになります。でこいつ落ちると直ちに障害が起きるので、あとパフォーマンスが落ちると直ちに障害になるので、ちゃんとやっておきましょうというところですね。あと、後で説明しますけども、外形監視っていうのがあるんですけど、とりあえず動いているか確認するだけだと、落ちたことは分かっても、何が落ちたかは分からない。だけど、リソースか、ミドルウェアはちゃんと監視しておくと、何が落ちたかっていうところまで把握しやすいってことは忘れないでください。はい、でデーモンの項目の洗い出しなんですけども、ウェブアプリが利用している、まあ、皆さん開発やられてるんで何をデーモンで動かしているかはもう理解されてる、理解されてらっしゃるということを前提にしゃべります。あと他にもサーバー自体を支えるプログラムがあると思うんですね。 SNMP とか NTP とかそういうものがちゃんと動いてるかっていうのは PS コマンドで探していきましょうというところです。あとIO と IF のポイント、自分でプログラム書かれていると DB の IO、ファイルの IO、メモリ、通信の IO とか、皆さん把握されていらっしゃると思います。そこをちゃんと棚直しをしていきましょう。で、棚直しするにあたって、ちょっとポート番号とか忘れたとかいうときたまにあると思うんですけど、SS コマンドって言われます。SS コマンドなんですけど、ネットスタットコマンドは知ってる方、さすがですね。SS コマンドは知ってる方、さすがです。ネットスタートコマンド今後なくなりますので SS に変えていきましょう。ちょっとした情報です、はい、ネットファットセブンとか使うと推奨だと思いました。あと応答時間ですね。はい、でこんだけ動いてます。今回エンジン X と、Perl の PSD アプリケーション、まあ、SQL が動いています。で実際に動いている状況を PS で出してみました。これ動いてますけども、よいしょ、ピピ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 ピ、あこれは何が動いてるかな、 NTP 動いてる、ポストフィックス動いてる、フェイフトゥーバンが動いているとかですね、これマッカレル動いてる、スターマン動いてるとかですね、こんな感じで一つずつ棚押ししていくっていうのがあります。簡単ですね。まあでもやり方を身につけるっていう点で PS を眺めるっていうのは結構いいことなので、ぜひ試してみてください。あと NGX と PSDI と MySQL はそれぞれこのボートで動いています。はい、今ご示ししました。で、最後、外形監視。これは結構皆さんやられていらっしゃると思います。お客さんの視点で正常にサービスが利用できることを監視する。外から叩くということですね。これで非常に簡単な形です。
で、トップページを監視するというのが手っ取り早いですが、サービスによってはダミーページ、監視用の専用ページを作られていらっしゃる方がいると思います。これどういうことかって話なんですけども、アプリケーションにトップページだと IO しないものがあったりすると思います。例えばファイルは特定のページしか IO しない、データベースはトップページは実は参照していない、メムキャッシュリンクは実は取っていないとかですね、レスポンスタイムを止めるとか、そういうことがあるとトップページ監視だと漏れが出る可能性があります。というところで、監視用ダミーページを作って、それぞれのところに、まあ、せめてリードだけでいいのでリードをして、ちゃんと正常に返せるかっていうのを確認するっていうのを作るといいと思います。で、うまくいかなかったら自分自身で HTTP500 を返すようにしてください。返すようにしておくと監視プラグインが500を返すとエラーと話してくれるようになりますので、必ず失敗は500と返しましょう。はい、で外形監視で API も全く同じです。よく使う参照系の API っていうのは、まあ、例えばあの商品一覧とかですね、そういうものをやるのを参照するのが一番手軽だと思います。だけど、まあ、できれば監視用ダミー API をやっておくといいかなと思います。あと、はい、ここまでで、監視の4つのレイヤーの話はおしまいです。でここからは監視サーバーをそもそもどこに立てるのかっていう話をさせていただきます。監視サーバーなんですけど、さっき場所をちょっと移した図面を思い出してみてください。どうしようかね。まあいいや、ちょっと動かすとなんとかっちゃうんでやってみます。そうすると、なんで別の場所に動かすのかっていう理由があるんですけども、同じデータセンターに置いた場合、データセンター障害が起こるとですね、監視サーバー丸ごと死にます。非常に簡単な問題なんですけども、これ意外と忘れちゃって、同じデータセンターに置いてデータセンター障害の時にデータセンター障害で起こったサービス障害が検知できなかったっていう方時々いらっしゃいます。これ絶対気をつけてやってください。例えばさくらの VPS に置いたサーバーは Amazon から監視するとか、また逆にするとか、そういう形でデータセンターを分けるっていうことを心掛けてみてください。あとネットワークの距離が近いからって日本ではあんま関係ないと思うんですけども、日本でヨーロッパのサーバー監視したりすると地球、光の速度、1秒地球7周半でしたっけね、そんだけ 0.4 遅れちゃうわけです。で途中もルーターいっぱい噛んじゃってて、その途中の経路でも障害が起きたら、監視ができなくなってしまうわけです。ですのであんまり距離が遠いところに監視サーバーというのは避けた方がいいかと思います。あとオフィスに置いたとかするのはやめておいてください。オフィスにちゃんとデータセンタールームが、データセンターのルームがあればいいですけども、そうじゃない場合は、よく建物っていうのは1年に1回定期検査を止めたりとかするんですけども、そういうところでサーバーが監視できなくなってしまうので気をつけてください。あと回線で3種類あります。一般的な方法はパブリックネットワーク経由です。まあ暗号化した方がいいですよね、とか非常にシンプルな方法です。あと VPN、これは、経路はもう直接暗号ができるのと直接中に入れるメリットがあるんですけども、機械が必要になります。あと専用線、直接中に引けます。まあいいですよね、だけど当然高いというところです。まあこの3つが。でプロトコルはまあ監視サーバーが直接叩く場合と監視エージェントを使う場合があるんですけども、直接叩くっていうのはできる、外形監視以外ではやめた方がいいです。なぜかというと途中の経路暗号化してないパターンが多い。で監視エージェントは逆に監視するために作られてますので、その辺のところがきちんとカバーされていますからよろしいんじゃないかと思います。はい、で今踏み台っていう言葉が出てきたんですけど、踏み台って言葉を社内で使っていることがある方、ありがとうございます。踏み台説明します。踏み台というのは、例えば Amazon の ELB とかを使っていると、直接内部に通信できないパターンが存在します。 VPG に ELB 使ったりすると直接内部に通信できない場合が、まあ、セキュリティ設定によりますけど、まあ、通常できないしていらっしゃる方が多いと思います。そうするとですね、間に中のサーバーに入るためだけのサーバー、まあ、小さなスペックのインスタンスを立てて、そこから経由してデータを通信したりとか SSH のログインをしたりとかします。で、後でも説明しますけども、監視プラグインにはこの踏み台サーバーに入れるプロキシ機能があったりしたり、プロキシサーバーのソフトウェアがあったりするので、それをインストールすることで監視するようにします。先ほどお話しました。で、Nagios の場合は NRP ってソフトウェアです。ザビックスはザビックスプロクシーっていうのでキャッシュします。で、こんなところですかね。はい、じゃあ設計していきます。じゃあ監視項目どの辺にしなきゃいけないかっていうのを確認できたので、敷地を決めていこうと思っています。はい、敷地決めます。大きく分けて見てあります。機能要求から決める、または、ツールで正常値を確認する、この2つがあります。機能要求って言葉を聞いたことがある方、ありがとうございます。
要求定義のソフトウェア工学の教科あの本文書を買って読んでいただきたいんですけども、機能要求と非機能要求というのがあります。でそあの要求定義をするときに、非機能要求っていうのは機能には関わらないけどソフトウェアが満たさなければならないものっていうのを定義がされているのが非機能要求です。で3秒以内で返すとかですね、あとアドテクの方は50ミリセコンドとかいう、数字を出されている方いらっしゃると思いますけども、そういう数字が非機能要求の一種です。ここから導き出すっていうのが一つの方法で、もう一つが、ツールを使います。でディスタットとかですね、スケッチを使ってみてください。あと厳しすぎない、甘すぎない、で大体 2,3 倍が良いとされています。甘すぎると、漢字の通知飛ばないです。で厳しすぎると誤報が出ます。で一番怖いのは、厳しすぎて誤報が出まくって監視メールを見逃してしまうようになってしまうことが一番危険です。それは絶対やめてください。はい、じゃあ弾き出してみましょう。サーバー、さっきのさくらのサーバーは右からピン、監視サーバーから、必ず監視サーバーからピンクしてくださいね。監視サーバーからピングすると、25ミリセコンドでした。ですので、2倍の、ワームが50ミリ、クリティカルが200ミリです。まあ、日本国では200ミリかかったら異常だよな、ちなみに分かると思います。はい、次、よいしょ。おっと、ちょっと待ってね。よいしょ、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 はい、よいしょ、はい、リソースです。リソースなんですけども、さっき今回使っているインスタンスは 1CPU です。でロートアベレージの数値は、まあ、カーネルのバージョンによって演算の仕方が違うということでちょっと不安定だったりすることもあるんですけども、まあ、よく監視される項目ということでロートアベレージを今回取り上げさせていただきました。ロードが、まあ、1コアなので2つ以上、1以上溜まっている場合は9が溜まってますので、まあ、2兆という形で設定しました。でダウンなんですけど物理プラスサワットという形にさせていただきました。で残り 30% でこのなんで物理スワップっていうのと、あとメジャーページポートするかと、この後ちょっと細かく説明をしていきます。あとストレージは残り、まあハードディスクですね、残り 20%、10%、 まあこのぐらいあれば新しいサーバーを上げるために余裕が出るんじゃないかなと思います。で先ほどで次デーモンです。デーモン監視で、デーモン監視はですね、非機能要求から割り出していこうと思っています。で非機能要求から割り出すパターンなんですけども、皆さんアプリケーション作られててご存知かと思うんですけど、通信が、まあ、全ての時間を占める中でエンジン X はここ、PSDR はここ、ISK はここって感じで一つ一つ棚押しすることができると思うんですね。で自分でメモ帳でいいので線引っ張ってみて、どのぐらいがいいということを自分で洗ってみてください。で今回は2秒、2秒、1秒という形で設定させていただきました。はい、であと他にも NTP とか SMTP とかこの辺のプロセス監視が必要なのでNTP 時間ずれるとログファイルの時間がずれると恐ろしいことが起こるので、必ず設定しておきましょう。で SMTP もですね、メールを送るアプリケーションを書いてらっしゃる方は必ず監視してください。そうしないとお客さんにメールを送れなかったって大変なことです。はい、プロセス名は出しましたね。であとですね、高度な話になるんですけども、ログ監視っていうのがあります。でログ監視プログラム、今回は説明にはしなかったんですけども、例えば、サックトレースが出た時に警告を出すとか、あと何回以上何時間以内にエラーが起きたら警告を出すとか、でそういうプラグイン書いてらっしゃる方います。でうちの同僚もチェックログ NG っていうソフトを書いて、プログラム書いてますんで、もしよかったら使ってみてください。はい、最後に外形監視、これは非機能要求そのものですので、このようにします。はい、あと通知のポリシー、ここで4段階の話、1回終わります。通知のポリシーです。監視ソフトウェアは通知をするタイミングっていうのが、それぞれ設定できる機能が実装されていることが多いです。で、監視の間隔なんですけど、今回は、ナギオス、私でこのように設定します。通常は3分に1回監視です。だけど、エラーっていう、またはワーニングが出た場合は、1分間隔に切り替え。で、3回エラーが起きると通知が飛ぶっていう形にしました。これなぜかというと、誤報を、誤報を抑えたいっていうことと、あと本当にエラーだった場合は早めに知りたいっていう理由を両立するためにこのような設定しました。で、通知先は、この辺かな。まだ普通ですよね。はい、で今回、ナギオスを、採用しました。もちろん、ダビックスもいいソフトです。センスも新しくて面白いソフトだと思うんですけども、ナギオスを選択した理由は一つです、プラグインの選択が非常にシンプルだったというところです。この後説明しやすかったので、ナギオスを選択しました。あと、SaaS 型ではニューデリック。ニューデリックっていうのは SaaS 型の監視ソフトウェアですね。まあ、ただで使える機能もあるので、もしよかったら使ってみます。あと、マッパ、ハテナさんが作ってるやつです。
ですね。でこれ実は今後どうなるかわからないんですけども、今は通知機能エクスペリメンテルですけど付き始めてます。まあ、今後なんかどうなるかっていうところは僕も見ていきたいなと思うんですけども、まあ、日本製のツールも応援していきましょうというところかなと思います。あと監視サーバーの設置場所、先ほどお話ししました。本当はサービスが稼働している場所とは違う事業者というところが決まりです。だけど今回デモですので自宅のラズベリーパイが監視サーバーになっております。逆に言うとラズパイでも数台だったら大丈夫だということですよね。はい、ちなみに電気も食わないんでいいですよ。はい、昨日ラズパイ動画の選手を聞かれている方ご存知だと思います。あと監視経路をパブリックネットワークにしました。 SSL で暗号化しているツールからなっています。監視エージェントの通信は、監視サーバーから監視サーバーアピアと決まってますんで、それからしか許可しないようにしています。他のところから通知されちゃうとセキュリティホールになっちゃうので、それは絶対 IP テーブルですとか、あと Amazon であれば、何でしたっけ、セキュリティグループで絶対押さえるようにしておきましょう。こんなところですかね。はい、構築しました。じゃあ見ましょうか。はい、G 見えますかね。これで見えますか。見える方ありがとうございます。一つずつ、はい、やっていきます。で、あ、 MPF と MEM 等だと何だろうと思いながら見てザー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 ってこんな感じです。まあ、DB サーバーなんでこんなぐらいでいいかなと思って。 MySQL もまあ動いてますね。いい感じいい感じで、アップタイム、マイクスケール、結構音ビオスいい感じですね。よかったよかったとかですね。でこんな感じで最終的に棚押ししていきます。まあ、スライドでまた同じ画面をお見せしますので、後でご参考いただければと思います。ピッ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。で、MEM フリートータルと MPF だけちょっと説明します。MEM フリートータルって何で作ったかっていうと、物理メモリーとスワップメモリーで全部が足んなくなったときに OM キラーっていうプログラムがカーネルから走りましてですね、どんどん、メモリーを確保するためにプログラムを殺していきます。そういうプログラムが動くんですけど、そういうのを早めに検知するために作りました。で、物理メモリーが全部食われてスワップが起きるとヒヤヒヤする方いらっしゃいますけども、これはスワップが起きたからっていうのをヒヤヒヤする必要は僕はないと考えています。理由はあります。スワップに行くメモリーというのは基本的に普段使っていないメモリー のページからどんどんスワップをされていくんですね。そういうところでスワップをされるだけが悪いんじゃない、スワップに要するに物理メモリーに戻されるっていう作業が行われるときに初めて問題が起こるというふうに理解しています。ですのでまずはメモリーをトータリティで、下の MPF というのがメジャーページフォート、さっき言いましたファイスワップファイルから物理メモリーに戻る作業、ここがいっぱい出るとさすがに問題が起こるということで、問題が起こるというのは実際にロードアベレージが上がったりとかレスポンスが下がったりとかする具体的な問題が起こる兆候が出ますので、これを監視するというところ。まあ、これプラグイン上げてますので、もしよかったら、私の GitHub を見ていきます。はい、で通知テストなんですけど、ソフトウェア開発をやってらっしゃる方には非常に困ることがあって、リグレッションテストが通知はなかなかできない。逆にやり方があったら教えてほしい。だけど、やらなければならない。せめてメールが通じるかの確認をしたいと。そういう時には先ほど監視の設定の中で敷地を設定しているかと思うんですけども、めちゃくちゃ厳しく作ったピングを1ミリセコンドとかに設定してですね、監視の通知をわざと上げる形にして、とりあえずメールが飛ぶかは最低限確認はしましょう。他はちょっといい方法があったら逆に僕ぜひ知りたいので教えてください。よろしくお願いします。はい、よいしょ。はい、で、よいしょ。では日々の改善っていう運用の話ですね。日々の改善の話と、あと障害が起こった時に備えておくことって話をしていきたいと思います。先ほどもお話ししましたけど、日々の改善として誤報が起きているかどうかっていうのを必ず確認してください。で、誤報慣れしたことによって本当の障害が分からなくなったって状況は絶対作らないでください。このために日々の敷地の監視っていうのは自分の環境にして、最初設計した通りにやっぱり動かないとどうしてもプログラムと一緒に出てしまいます。そこをきちんと確認をしていきましょう。誤報慣れをしないということですね。で、ここからちょっと別の話なんですけど、障害時の体制っていうのを決めておこうと思ってます。4つあります。で、一番最初、受け取るだけじゃダメです。受け取った後、皆さん、障害通知受け取った後、事務フローを決めてらっしゃる会社の方いらっしゃいますか？ありがとうございます。少ないですね。起きた時がまずいんです。まず通知受け取って有罪影響出てるか出てないか絶対最初確認するんです。これ迷惑誤報だったってことをちゃんと知っておくってことです。で、問題はこれはやばいってことになった時です。で、やばいってことになった場合、例えばシステムダウンであればお客さんに損失補填をしなきゃいけないとかですね、あとプログラムバグでトラブった場合は、緊急メンテをしかなきゃいけないとか、
いろいろと出てくると思います。でもそれはエンジニアだけで決められるものではないこともあります。だからこそちゃんと障害になったタイプを作りましょうというのが今からの話です。はい。で、障害は復旧することができるはずです。今まで動いたものなら復旧することができるはずです。で、責任分担を最初決めておきましょう。これはちゃんと自分のチーム内でコンセンサスを取りましょう。まあ、普段飯食ったりする中だと思いますので決めておきましょう。で、一番重要なのはお金関係の意思決定で誰がするのかっていうのをちゃんと決めておくといいと思います。なぜかというとですね、後で説明します。で、障害対応誰するか決めましょう。これは人が何人かいる場合はできると思います。ただ俺しかインフラ見えないんだよって方いらっしゃると思うんですね。で、そういう方は俺はこの時間帯できないっていうのを宣言しといた方がいいです。エクスキューズって思われるかもしれないですけど、実際物理的に無理だと思うので、やめとき、必ずできないところはできないっていうのを言う方がやっぱり責任だと僕は思います。はい。で、実は私も一人でやっていたことがあるんですけど、夜中の2時に投げ押すの通知メール来るとすごい心が折れますだから夜中の2時とかで起きた場合は、ごめん2時間以内でいいとかいう感じになってました。で、意思決定の重要性の話します。お金の話はエンジニアだけでは決められません。自分自身が社長だって方はいいです。だけどそうじゃない方がほとんどだと思います。で、4つポイントがあると思っていて、サーバースペックが足らない、例えばですね、ヤフー法を受けた、ヤフー法、ヤフーのトップページにリンクされてガバガバ、まあ、人気が出て嬉しいことなんですけど止まっちゃうわけです。スペックが大抵足りない。あ、最近グノシー法中もあるらしいんですけども、グノシーからリンクされて上がってくるっていうのも最近確認してます。で、そういう状況になった場合、インスタンス増やす、Amazon であればインスタンスを増やして ELB の設定を変えるとかあると思うんですけど、お金かかるんですよね。で、お金かかっていいのかどうかっていうのをちゃんとすぐ意思決定してもらえるような環境を作っておきましょう。あとサービスで停止されたら緊急メントを引く場合ですね。あと損失補填、機能変更、まあ、障害原因がどうしても、例えばミドルウェアのバグ踏んじゃってどうしても回避するプログラムが書かなきゃいけないってなった場合の、意思決定とかもやっぱりしてもらう必要があるかなと思います。で、連絡を次誰に取るのかって話、営業期間中はまあ皆さん社内チャットとか LINE とかあると思うので、それでいいと思うんですけども、あとパートナー企業を決めたらした方は必ずパートナー企業を含めてやる。で、社外はユーザー取引先事業者、特に広告載せてたりとかすると広告出たくなる時間が出たりするので、ちゃんと広告主とかの方と連絡取れる体制作っておいた方がいいと思います。で、どうやって連絡するのっていう話なんですけども、休暇はちゃんと代打立てましょう。または休暇中につながる人はつけておきましょう。で、まあ連絡はいいと思うんですけども、意思決定者への連絡手段を必ず2つ以上確保する方がいいと思います。LINE と電話とかですね。そんな感じで必ず本当にトラブルが起こってしまった時に、インスタンス増やしていいですかとか、サービスちょっと1回止めさせてほしいんですとか、再起動させてほしいんですっていう時に意思決定しない状況を作りましょう。で、あと、お客さんにどうやって知らせるのかって話しようと思うんですけども、まあ、必ずお知らせ欄を自分のアプリケーションに作っておいた方がいいと思います。障害がありましたすいませんでしたっていうのもそうなんですけど、障害が起きていますっていうのも早めに言った方がいいです。で、なぜかというと止まってる時すごいお客さん不信感抱くと思います。自分たちで例えばソーシャルゲームやってて、応答が遅くなった時に後で障害があって、なんだよ先に言ってくれればいいのにって思うことあると思います。それは相手もお客さんもそうなんですね。だから必ず自分からも積極的に状況を共有するということになりましょう。で、あと連絡事業者、あと忘れちゃいけないのはIaaS事業者の連絡先です。で、なぜかというと自分のせいじゃないことってあります。例えば、まあ、残念なことにIaaS事業者さん側で障害が起こることはあります。そういう場合にちゃんと切り分けとか、あと実際に具体的に問題が起こった場合連絡がつけられるのかっていうことをちゃんと確認をしていてください。で、Amazon はビジネス以上の契約をしておくと直接電話ができるので、 Amazon のサポート契約をしているかどうかっていうのも確認しておくのが一つポイントかなと思います。 Amazon じゃないところはまた別で確認してくださいね。なんか通じなくなっちゃった。よいしょ。はい。よいしょ。で、終わりにということで。最後、自動化、実は私、先ほど一番最初お話ししましたけども、こういう作業とかは、手作業でやらず、全部オートメーション化するためにソフトウェアを書いています。で、今の話は、オートメーション化する際に、どういうモデルでオートメーション化した方がいいのかなっていうことを考えた際に、棚直しした話をお話ししています。ですので、そのまま自動化の際のモデルとして使っていただくこともできるんじゃないかと思います。で、さらにちょっと自動化やってる身からしてちょっとお話しさせていただきたいんですけども、監視項目名ルール作っておきましょう。ルール作らないと、プログラム化できません。あと
用途別に監視項目が固められる自社サービスの方はもう固めた方がいいと思います。あと受託とかであまり決められない場合はどうするとオートディテクト自動認識できるかっていうのをちょっと考えておくとよろしいんじゃないかなと思います。はい、最後まとめ、いち早く障害発生を確認できるように監視しましょう。4つの営業に分けて洗い出しましょう。あと意思決定連絡体制を整えてお客、障害に立ち向かえるようにしましょう。みんなで立ち向かってみんなでサービスを良くする、またお客さんの、消費を支えるっていうことをやればいい、やっていければなと思っています。あとよかったら入れてね。はい、あと参考文献また後でアップしておきます。あと謝辞です。ありがとうございます。はい、あとさくらのクラウド2万円券っていうのがあって、さくらの人がもらったんですけど IT フラ系の勉強会行くとたまにくれたりするので楽しみでございます。はい、ここまでで、質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あと5分あるので、はい、ちょうど5分前だと思うので素晴らしい時間配分です。質問ある方いらっしゃいますか。怖くないよ。あ、どうもありがとうございます。そうですね、先ほど、メモフリートータル、はい、OM キラー対策として、作られたプラグインがあったと思うんですけど、はい、あります。私、サーバー構築を一旦担当したときに、はい、ブリーズベンダーだったんですけど、はい、そこでは、もともとその OM キラー対策として、はい、以降プロセスを入れなかったり止めたりとか、同時の段階でそういう対策をしていたんですね。はい、で今回、そういうふうなケースがあったりとかするんでしょうか。OM キラー対策は根本対策として実は OM キラーをされる順番というのを決めることができます。カーネルドキュメントということが出てくるんですけども、絶対止めたくないものはそれで優先順位を変えるのが僕はいいと思います。はい、で絶対止めな絶対じゃないけどもやっぱり OM キラーが起こるっていうのはやっぱ障害に大きくつながる問題なので、その全体を兆候を察知するためにメモリートータルを作ってたりはします。はい、回答になりましたでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ある方。あ、すみません、マイクお願いします。監視項目に NTP やったと思うんですけど、はい、あれは何を監視、NTPD のプロセスが存在することなのか、それとも正しい時間とずれている状態を何らかの形で知ろうとするものなのか。はい、ですね、2つ両方やってます。 NTP プロセスの監視と NTP タイムっていうのがあるんですけども、これ NTP ジェスティメビデオ JP と何秒ずれてるかって監視してます。一部ずれるとアウトしてます。プラグインの中でおそらくそういうことをやってるなと思います。はい、ありがとうございます。他に質問ある方。3分あります。声聞いちゃおうって感じがします。美味しいですか。これで今日から僕監視できそうって方どんだけいらっしゃるか。危ないな。どの辺逆に心配なのか聞きたいな。どの辺心配ですか。あ、聞きたいことがあって。はい、どうぞ。ニューレリック。はい。設置型とあとニューレリックとか、SaaS 型、はい、サービス型で、はい、どういう基準で選んだ方がいいのかなっていうのを聞きたいです。はい、実際は悩ましいところだと思います。で、本当にスタートアップで監視サーバーを立てるメンテ代も惜しいという場合はニューリリックでお金を払って監視するというのは僕は一つ方法だと思います。で、ただある程度10代20代になった場合はニューリリックでフォローできない監視項目って出てくるんですね。で、一番基準は自分でどんなに時間を使えるかということと、あと監視項目の綿密さをどこまで求めるのかで、この2つの指標があると思っていて、綿密さとかいうのを求めるなれば自分で監視サーバーを立てるのがいいと思います。ありがとうございます。他の方どうかな。あ、どうぞ。はい、ちょっとこのナギオスを使ったことないんですけど、こういう監視のなんか、はい、オープンソースって、はい、GUI からいろいろな操作を実践したりするんですけど、設定は基本は、こういうファイルを書きます。こういうファイルを書く。
で、インストールは、大抵今であれば CentOS とか、Debian とかを使っていればパッケージマネージャーからインストールすることができます。ザビックスとかを使ったりするんですけど、ザビックスとかそのエクスポートできない部分とかあったりして、そういったところをどういうふうに管理していけばいいのかって悩んでいるんですけど、はい、僕の知ってる中でもマイスケールバックアップしてるっていうのは聞いたことはあります。はい、ありがとうございます。では時間になりましたので、以降質問ある方は直接斉、藤さんに質問をなさってください。黄色 T シャツです。はい、では斉藤ゆうとさんによる突然 IT インフラを任された人のための管理設計のものでした。ありがとうございました。ありがとうございました。前の方からお願いします。次のセッション今度は